ジェイソン・デリック・イズリングハウゼンは、イリノイ州ブライトン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウ愛称は、イジー。現役時代は2002年から2007年にかけて、セントルイス・カージナルスのクローザーとして活躍。通算300セーブを挙げた。イズリングハウゼンの母と姉はソフトボールをしており、イズリングハウゼン自身は4歳の頃に野球を始め、6歳の頃に、 本格的に始める。高校時代は、強権強打の野手として注目されていた。野球のみだけでなく、バスケットボールやアメリカンフットボールでも活躍。1991年6月に、ニューヨークメッツからドラフト44巡目指名を受けた。1992年5月に、外野手として、入団、入団後投手に転校する。百九十三年の夏に、 投資コーチから肘や肩に負担のかからないカーブの投げ方を学んだ。1995年にメッツの最優秀マイナー選手、インターナショナルリーグ最優秀選手に選出された。7月17日にメジャーデビュー。すぐさま先発に定着し、9勝2敗を記録した。当時のイズリングハウゼンは、ほぼ同時期にデビューしたポール・ウィルソンやビル・パルシファーと共に、 メディアから新世代の三重子と評され、大いに期待される存在だった。1996年は三人揃って不調。イズリングハウゼン自身も肩や肘、手首の相次ぐ故障に苦しみ、故障者リスト入りを繰り返した。1999年、トレード期限間際にオークランドアスレチックスへトレードされ、これを機に本格的にクローザーへ転向することになる。 2000年2001年はとも30セーブ以上を上げ、チームの2年連続ポストシーズン進出に貢献した。セントルイスカージナルス時代のイズリングハウゼン2001年オフに、セントルイスカージナルスに FA 移籍。クローザーとして期待されての入団であった。2002年は32セーブを挙げる。2003年は、怪我による離脱で22セーブに終わった。2004年は、 球団体記録の47セーブを挙げて、最多セーブのタイトルを獲得する。2005年も腹筋痛で故障者リスト入りとなったものの、安定した投球を見せ、防御率は自己ベストの2.14であった。2006年は腰の故障の影響で基本類打が増加し、10回のセーブに失敗。シーズン終了を待たずに、クローザーの座をアダムウェインライトに託し、手術に踏み切った。 リー・スミスが保持していた球団セーブ記録を更新したもののカージナルスが10度目の世界一となったワールドシリーズには出場できずに終わった2007年はクローザーに復帰し9月まで防御率を1点台に抑える高騰セーブ失敗は2回だけと守護神としての地位を取り戻した8月26日のブレイブス戦でカージナルスでの通算200セーブを達成 昨シーズン終了時は対談が有力視されていたが、この活躍を受け、球団は1年800万ドルのオプションを行使。2008年は5月9日時点でリーグ最多の11セーブを記録する一方で、リーグ最多の5回目のセーブ失敗を記録。トニー・ラルーサは、イズリングハウゼンを中継ぎに配置転換させ、 8月16日の当番を最後にシーズンを終えた。2009年2月20日、タンパベイレーズとマイナー契約し、開幕ロースター入り。2010年はメジャー当番がなかった。2011年はフルスメッツと契約。フランシス・コロドリゲスがブルワーズへ移籍後はクローザーを務め、8月15日にはメジャー史上23人目となる通算300セーブを達成。 2012年2月22日、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結ぶ。開幕ロースター入りを果たし、中継ぎを務める。その後、退団。2013年2月22日から、サザン・イリノイ大学で、投資コーチを務めることとなった。引退することは否定している。持ち玉は93から97マイルパーアワー。最速は99マイルパーアワーのフォーシームと、 大きな縦のカーブ。時折カッターやスプリットフィンガードファストボールを投げることもあるが、基本的にはこの2つだけで打者を抑え込む。初記録。ありがとうございます。